はい、じゃあやっていきましょうか。で、まあ今回もね、頑張っていきましょうかね。まったりか。あんまり根詰めてやるもんでもないんでね、ゆったりといきましょうかね。これ博物館に持って行った方がいいみたいなのは全部持っていきましょうか。で、これジオードね。チェリーボム。これね。で、石。あとなんだろう。水晶と、うん、ここら辺はあるんで、あとロビンね。こんなもんかな？うん。あれ、そうだ。ここら辺もなんか持っていった方がいいような感じなんだけどな。どうしようかな。さて、まあその前に水をやりましょうかね。エッグフェスティバルが開かれる明日か。一応行った方がいいのかな。やっぱり何かいいことが起こるのか起こらないのかわからんが、まあイベントならね、参加しておいた方がいいよね。で、まあ今回は水をやった後にさっきの博物館に行くのと、あとジオードっていうのを鍛冶屋で、なんだろう、なんか中に入ってんだよね多分ね。それを調べてくれるというか、割ってくれんのかな。どうなんだろう、どういうものなのか分かってないんだけど、まあ、そういうのをやりながら、あとはなんだっけ、走ってんなお前。あ、だから武器がね欲しいんだよね。欲しいんだけどどうやったらいいのか分かんない。あ、でも竹の剣だっけ、あれ買ってもいいのかな。ちょっと、うん、今持ってるのよりはマシだったよな。めちゃくちゃ大変だなこれ。泣いてんね。あー、でも金もいるっていう話なんだよね結局。まとめてやった方がいいんじゃないみたいなね。こんなことを毎回言ってるけど、あんまり同じことやってもなーっていうね。これもう種ないんだっけ、どうだっけ。覚えちゃいねえっていうね。んーで、こうか。いや、これこっちの方がいいか。延べ棒11個。で、あとは。あ、食べた方がいいか。あ、でもこれ思い切って20ぐらいまで頑張って食べていった方がいいのかな。食べ物持っていって。それの方がいいかもしんない。やってみるかな、一回。どうしようかな。こんな感じで、あとは、剣。剣といえばあれだわ。これ、どっかで手に入ったんだけど、探検ね。まあ、微妙だよね、見た感じ。なんで、ちょっと、やめようかなと。アイテム、あ、売らない方がいいか。それではね、種植えた方がいいかな。まあ、一日待つか。使いすぎも良くないと。
いやでも植えた方がいいか。植えるか。パースニップならそんなに高くないんで。いやでもな、エネルギー結局回復するんならなくなるもんな。お、なんか落ちた。クッキー。おお、何これ、料理なんだね。これやば、これこれやば。これ売ったらいくらになるんだろう。見てみる。売った方がいいんじゃねえか、これ。どれぐらいの金になるのか見てみるか。ゴミあさり大事だね。金が溜まってるのかも、埋まってるのかもしんない。90ってこれやばくない？これ多分200円ぐらいするんじゃないの、これ。違うわ、博物館に行かないといけないんだ。先に博物館に行ってアイテムを処理してか、あ、鍛冶屋にも行かないといけないんだ。忙しいよ。これこっちのゴミ箱にもあるんじゃない？今日は大量なんじゃない？そん、あ、ほらほら、楓。あ、危ね。ヘイリーに無視。なんで？あ、春祭りね。そういうイベントがあると。嫌われてるっぽいね。で、どこだっけ？ここら辺だよね、確か。ここら辺に家があったような。楓、これは、あ、これは村長の家か。あれ、足を渡ったところかな。ここっぽいな。あ、多分ここだね。なるほどね。アイテムを渡していったら何かしらいいものがくれるかもしんないねっていう、そういうことっぽいね。まあなんで適当にどんどん置いていくか。はい。お、なんかくれるっぽいね。何くれたの？あ、お金か。お金ね。これ何、この本。あ、なんか話があるっぽいな、これ。釣り人物語。なんか釣りの道具を自分で作れるようになるっぽいね。あ、最終スポットも木や切り株を取り除いてあげた方がいいんだ。なるほどね。肥料を使えば、あ、質が良くなると成長も早くなる。なるほどね。
釜がないと収穫できないものもあるよというようなことを言ってますね。うん、だから南の方だっけ、西の方だっけ、あそこの森みたいなのも伐採していったら、いやあれ庭のところさ勝手に生えんのかな、これはちょっと気になるよね。まあ、庭は生えないか、多分。ジオード、加工なんだ。石、いらねえな。石しかないじゃん。何これ。お、何これ。ジャゴイ。粘土っぽいな。おお、これ何これ。なんだあれ。おお、これ何これ。アランマイ？やばい、楽しいなこれ。粘土、粘土もまあいいんだろうね。うわ、知らないのいっぱい出るじゃんこれ。これやばくないかこれ。これ楽しいね。うん、いや今なんか買えたか、これ売れるんだ。これいくらこれ。150、150。アラマイト、まあ1個目はあげた方がいいか。2000なんだこれ。アイテムをゴミ箱に捨てたら還元される。なるほどね。でもまだまだ早いかな。でまああとは何だろう。あでもこのこれ寄付した方がいいな。キャロライン、キャロラインも可愛いね。お、子供がいっぱいいる。でここら辺もどんどんと置いていきましょう。お、すごいなこれ。あれまだダメなんだ。報酬受け取れんのこれ。カリフラワーの種くれるんだ。へえ。じゃあこれ上に行くから、なるほどね。ここでお勉強してんだね。あなたのことよく知らない、話しかけてくんじゃねえよっていうね。怖いね。やばい、なんかいろいろやってたらもう時間ないんだけど。もうこれだったらもうダンジョン行くの今回やめるか。海行った方がいいよね。よくない？あでもな、海冒険、ちょっと待って、冒険者ギルドってあれもう終わってんのか。あじゃあいいか。うーん、木切った方がいいかな。伐採していく？庭のところ伐採したら生えてくんのかな。食べ物、ネギとか。それはダメなのかな。野原じゃないとダメなのかもね。ここら辺がちょっとわからんな。今日はないっぽいね。手前のところでなかったらもうここの奥もないのかな。今のところそうっぽいな。なるほどね。じゃあ帰りましょうか。種も植えたいよな。あどうしようかな。自分の家のところ一回きれいにしてみる。いやでもな、生えてないもんな。だから違うんだろうな、多分。南の森とかのこういうところの葉っぱをきれいに。いやでもな、町の中は関係ないのかな。
ここら辺とか。ここは何もないか。南のところをきれいにしてみるのもいいのかもね。やってくるかな、一回試しに。何事も挑戦は必要なんで。で、その前に種を植えましょうか。で、石と、あとは何だろう、パースニップとか。これ売るか。いや、でも持っといた方がいいな。持っといた方が、あ、ロビンのところ行くの忘れてるけど、今度にしよう。待てよ。斧とクワとジョウロと釣り竿で、剣は今日はいらないと。いや、でも食べ物持っていっとくか、一応。いや、でもね、あの十何個、あれ十何個、あったあった、14個売っても10売るかな。いや、でももったいないかな。え、これラッパ水仙とかさ、作れなかったっけ、違ったっけ。あ、いけるいける、種。これはこれでいいよね。4個を打って、で、これは戻して、 OK。 頑張るかね。いや、でも待て待て、食べた方がいいな話がまとまんねえっていうね。いや、でもな、これ以上植えたら大変なんだよな。ちょっと置いとくか、やっぱりやめ。これ以上はちょっと現実的ではないな。エネルギーの減り方を見ると。全部なくなるまで。いや、でもな。むずいな。判断がむずい。種は一応置いとこうか。で、これ、いや、まだ食べんのは最後でいいか。どうしよう。話がまとまらないっていうね。いや、違う、何してんだ。南の方にちょっと試しに行ってみるか。雑草がなくなると、採集できるネギとかがいっぱい本当に入るのか。あ、鎌持ってくんの忘れてるわ、俺。鎌。多分鎌は大事。ここら辺もな、綺麗にしたら。いや、どうなんだろうね。でも、この農場は多分生えないんだろうな。と、勝手に予想。釜がないな。あったあった。敵がここら辺のフィールドには出てこないのはいいよね。あ、でも出てきた方が面白いのかな。ダンジョンにはいるからね。いや、でも出てきたら出てきたで面倒か。これは枯れないよね。これは違うんだよね。どれだろう。あ、だからこういうの、こういうの。これこれこれ。こういうのをしっかりと、きれいにしていくと、だからネギとかが、生えやすくなるよっていう。本当にそうなのか、やってみるかなっていうのが今のテストね。で、クワいらねえよな、これ。でもいるか。使い道はあるか。で、ここら辺をきれいにしていく。掃除ね、掃除。どうなるんでしょうね。これなんだ？
これ木か。ここら辺を掃除掃除と。で、明日はダンジョン行くかね。で、お金がね、欲しいんだけどな。どうしようかな。あ、ここら辺なんか生えそうだよね、この。このなんか空間。生えてきそうだな、これ。これ絶対生えてくるよね。ここら辺も。まあだから、単純に雑草が生えてるところが、ネギとかも入る可能性のあるポイントっていうことなのかな、これ。なんかそんな気がしてきたわ。っていうか広すぎ。うん。まあ、こんなもんかね。で、ここに木があって、葉っぱをきれいにして、あ、ここは、生えてきそう。ここありそうだよね。この空間怪しいよな、これ。怪しくない?これ。絶対生えてくるでしょ、これ。しばらく見守ってみるか。あとは、ここも怪しいな、ここも。ここすごいんじゃないか、もしかして。ん?ああ、もう、やばい、これはやばい。帰ろう。帰りましょう。まあ、まだ近いからいいか。種を1個、5個あるんだ、これ。これいいな。どこだっけ、これ。これどこ?なんかいる、これ、なにこれ。なんだ、これ。こんなのいたっけ?夜に運ばれていくのかな、あれ。なにあれ。あれ、これなにこれ、これどこ?やばい。迷子。迷子になる、ちょっと待って。あー、全然違うとこじゃん、俺。これミスった。死ぬ。死んでまう。ここにこんなのあるんだね。なんだ、あれ。あれ?これ帰れない。どこ?道がわからん。間に合わねえ。やらかしたな、これ。いや、間に合う。間に合うよ。危ないよ。やめとこう。危ない。時間がない。ギリギリセーフ。ということで、今回はこの辺で終了。